と向こう町芸人の人生解説73周年記念平安賞、いよいよ4日目最終日ファイナル10レース決勝戦の時を迎えました。昨日の準決勝を勝ち上がった今シーズンのベストナインファイナリスト9名中央通路を通ってスタート点へと続々と到着をしてまいります。向こう町と400番走路と周回距離は2025メートル先頭固定競争。それでは改めて1番から順を追って各レーサーご紹介いたします。1番地元京都村上博之、2番が福島佐藤慎太郎、3番徳島太田龍馬、4番栃木酒井陽、5番が宮城和田圭、6番地元京都河村浩二、7番神奈川北井勇気、8番宮城尾形哲馬、そして9番はこのレース3人目の地元京都山田久則です。68周年の藤木以来タイトル奪回を狙う地元勢3名乗ってまいりました。ラインの前を回って9番山田久則、そしてこの山田の後ろが村上博之です。ライン固めて川村、しかし強力タッグは北井勇気、そして佐藤慎太郎のコンビ、この両者人気となって、あとは太田と酒井にもラインができての駒切れ4分線であります。大歓声、さあ初日特選から7名役者は揃いました。発送いたします。構えての号令、注目のスタート、和田が最後に前傾姿勢、号砲一発、12レースのスタート決勝戦です。8番の尾形がスタートを取りました。昨日の準決勝でも素晴らしいスタートを決めた尾形がここは前取り、4番の酒井陽、3番車太田龍馬、2番は佐藤慎太郎です。1番村上博之、あと後方ですが7番北井勇気に5番の和田圭、6番河村浩二、9番山田久則で3コーナーへと向かいます。さあ昨日同様素晴らしいスタート尾形哲馬です。これで太田龍馬の上昇を待ちます。太田は昨日の準決勝地元勢を連れて気持ちの入った競争でした。初日の特選では期待を相手に風を切った太田龍馬正候補に代わって迎え入れて尾形哲馬です。3番手に4番の酒井陽です。栃木のオールランドプレイヤー、増杉のオールスター優勝で勢い乗っています栃木支部、その勢い乗っていきたいこの酒井陽、平安賞は2年連続の優勝、そして酒井には通算300勝に王手をかけています5番車和田圭、あとは2番の佐藤慎太郎、現在5番手、その佐藤が7番期待を迎え入れました。昨日の準決勝ワンツーを決めたこの2人、初めての向こう町バンク、ド迫力の逃走劇で度肝を抜いています北井勇気です。そして追加参戦ながら S 級 S 班のその責任感、佐藤慎太郎であります。これで後方となった地元トリオ、9番山田がラインを引っ張ります。デビュー16年目初めての平安賞制覇へもう機は熟しています。そして12年ぶり3回目の平安賞制覇に王手をかけた村上博之、昨日はファンの大声援を受けました。そして60周年以来13年ぶり2度目の平安賞優勝は6番河村浩二、さあ残り2周半山田が早くも動きを見せます。村上河村を連れてどうでしょうか。まずは期待は地元勢を前に出しました。3番手から酒井陽が今度は前へ前へ行こうというところ、いよいよ勝負どころ、残り2周800メートルを切ります。さあ太田は車を下げないか、太田車を下げないか、4番の酒井陽、そして9番山田が抑えた、酒井はこれで中段キープか、しかし7番の期待がアウトに追い上げている、期待勇気追い上げている、まもなく金を迎えるバックストレッチ、さあじわっと期待勇気、期待がじわっと先行体制に入って、2番の佐藤慎太郎、山田は3番手、4番酒井が6番手、3番太田が8番手、カーテン一列最終ホームを通過します。7番期待勇気がぐんぐん飛ばして佐藤慎太郎、大歓声の中3番手釈迦を詰める9番山田久則です。1番村上博之、6番河村浩二で最終2コーナー、4番酒井が6番手から巻っていく、前は7番の期待、2番の佐藤、3番手三者審査、9番の山田ですが差が詰まらないか、直線コース期待勇気、番手から佐藤慎太郎の追い込みですが期待勇気が記念初制覇、期待勇気記念初制覇。